こんにちは。こんばんは。今回は、前回の続きです。今回は前回言ってた通り PC エンジンミニでグラディウスとファンタジーゾーンや。ってことで早速グラディウス始めます。まだ私が話してる途中でしょうよ。お前の無駄話に付き合ってたらまた時間かかっちゃうやろが。それはこっちのセリフでしょ。まあとにかく今回はおそらく過去1枚置き短いスタートです。さすがに短すぎる気が。まあこの動画見てくれてる人たちは前回、前々回の動画も見てくれていると思うのであえて皆まで言わずともわかってくれると思います。まだ前回、前々回見てないって人は先にそっちを見てくれると嬉しいんだからね。いやもうなんかその変なテンションについていけないんですけど、お前ごときが私についてこれるとは鼻から思ってないので大丈夫です。ぶっ殺すわよ。さてそうこう言ってるうちにステージ1がスタートしております。ちなみにウプ主はグラディウス1は多分ファミコン版しかやったことなかったと思います。ファミコン版は持ってるの？いや、当時友達に借りてプレイしただけでカセット自体は持ってないです。ただニンテンドークラシックミニのファミコンに収録されてるのでファミコン版も遊ぼうと思えばいつでも遊べます。そういえばそうだったわね。まあでもそのうちファミコンのカセットも、買わないわよね。なもんケースバイケースです。なんで逆切れしてんのよ。先のことは誰にもわからない。それが人生ってもんだろ。いやなんで急に人生語り出してんのよ。まあふざけてばかりいないでそろそろちゃんとやろうぜ。だからふざけてるのはあんたでしょうが。しかしあれだな。グラフィックはファミコン版に比べるとやっぱ綺麗だな。そうね。まあファミコン版が出たのが1986年で PC エンジン版が出たのが1991年だから当たり前っちゃ当たり前なんだろうけどな。ちなみにウプ主的にはグラディウスはグラフィックも BGM も効果音もファミコン版が一番しっくりきます。いやそりゃ一番触れてる時間が多いんだからそうでしょうよ。特に BGM はグラディウスに限らずファミコンのコナミサウンドは聞いてるとなんかテンション上がります。いやそれまた話脱線するから。おっといかんいかん。じゃあちゃんとゲームの方を見ていきましょう。例によって見ての通り今回も超絶ヘボプレイでお送りしておりますので、ウプ主のヘボプレイがたまらなく好きだという方以外にはかなりストレスがたまるプレイ映像となりますのでご了承いただければと思います。言ってるそばからなんでもないところでやられたわね。だからとにかく尋常じゃないくらいシューティング下手だっていつも言ってるだろうが、昔は縦シューティングよりは横シューティングの方が少しはちゃんとプレイできたんだけど、今ではどちらも初めてシューティングプレイする人並みの腕前しかありません。いやそれはさすがに退化しすぎでしょ。で本当にやべえくらい下手くそね。だからそうだって何度も言ってるジャマイカ。いやだから忘れた頃にジャマイカ出してこなくていいから。いやでもウプ主自身もまさかここまでまともにプレイできないとは思ってなかったのでさすがにちょっとショックだな。ちょっと練習してから動画用にキャプチャーすればよかったんでない。なことしたら愛すべき3人のウプ主ヘボプレイ研究会の皆様ががっかりするやろが。いや誰もがっかりしないから。てかまずそんな研究会ないから。はい。ってことでこれにてゲームオーバーです。本当に全然進めないで終わったわね。これでも精一杯頑張ったんです。頑張りが全くプレイに反映されてないんですけど。まあさすがにいくら下手だとはいえこのままでは終われないのでもう一度トライします。そりゃそうでしょうよ。で今度は一度もやられずに先ほどゲームオーバーになったところを通過できました。おおすご、食わないわね。普通のことよね。普通のことを普通にできるってすごいことだと思います。ってことで最初の見せ場である火山のところまで来ました。なんかちょっと画面が暗くなったわね。そうだな。てかあれだな、グラフィック綺麗は綺麗なんだけど他のところもなんか全体的に色使いがちょっと暗すぎるような気がするな。確かに言われてみるとちょっとそんな気もするわね。でちょっと気になったので様子べに上がってる PC エンジン版のグラディウスのプレイ映像いくつか見てみたんだけど、どうやらもともと PC エンジン版はちょっと画面暗めっぽいです。じゃあその辺もちゃんと再現されてるから PC エンジンミニに収録されてるこれも画面暗いってことなのね。多分そうなんじゃないかと思います。って言ってる間にボスが出てきてあっさりやられたわね。そうだな。てかあれなんだな、ファミコン版だと確か火山を通過した先でボス戦になったと思ったけど、PC エンジン版は火山の下からボスが出てくる感じなんだな。ファミコン版と PC エンジン版でボスの出方が違うのね。そうみたいだな。多分 PC エンジン版の方がアーケード版と同じ出方なんだろうな。そうなのね。まあウプ主アーケード版やったことないから詳しくはわかんないけどな。てかあれだな、ボスでやられるとあんまりパワーアップできずにまたボスまで行くことになるからこの後はちょっときついな。ボス出てくる前に火山の噴火でやられそうね。って言ってるそばからやられてるし。うん、確かどこか安全地帯があった気がするんだけどもうちょっと覚えてないな。でまた火山までやってきました。
お、なかなか良さそうな位置取りじゃない？ああ、ここなら安全かな。よしよし、なんとか火山は乗り切れたな。あとはボスが倒せるかどうかね。まあさっきは急に出てきて慌てちゃったけど、落ち着いてれば最初のボスくらい割と楽にいけるだろ。そんなこと言っててまたあっさりやられたりして。まあ見てなさいって。はい、ってことで見事に全クリできました。いや最初のボス倒せただけだから。いいのいいの、その辺は気の持ちようだから。絶対違うし。まあとにかくあとはこのまま進めるだけ進んでみます。うん、やっぱあれだな、連射機能欲しいな。グラディウスはボタン押しっぱなしにするだけじゃ連射にならないのね。押しっぱなしでも弾出るけど、連打するよりかなり間隔空いて弾出る感じかな。まあレーザーならあんま関係なさそうだけど。レーザーいいわよね。ああ、グラディウスといえばやっぱレーザーの方がしっくりくるな。オプションつくとちょっと安心感あるわよね。そうだな、全裸から靴下履いた時くらい安心感増すな。いや先にパンツ履きなさいよ。うぷぬし冷え性なんだから、まずは足先温めないかんやろが。いや知らんし。まあとにかくオプションついて安心感が増した中で進んでいくと、こんな感じで壊せる障害物と敵がいっぱい出てきます。でここを抜けたところで、例によってボス戦前の前座戦みたいなのに突入しますが、あっけなくしぼんぬです。いや瞬殺じゃない。いやだってここもなんかファミコン版と敵の出方違うんだもん。どうせちゃんと覚えてないんだし、一回ファミコン版のことは忘れなさいよ。あれか、お前はうぶ主が過ごしてきた過去を全て忘れろっていうのか。いやなんでそうなるのよ。誰もそこまで忘れろとは言ってないでしょうが、うぶ主の脳みそに特定のことだけ一旦忘れるなんて高度な機能はついておりません。いや運もうなんでもいいわよ。でオプションを失って全裸同然で先ほどのところまで来ましたが、この通りあっさりやられてまたゲームオーバーです。結局大して進めなかったわね。前回も言ったけどクソザコウプ主なんでこんなもんです。いや前回よりも言い方ちょっとひどくなってるし。てなわけで一旦通常の PC エンジン版グラディウスは終了して、今度はセレクトボタンを押しながら起動します。グラディウスもなんか隠し要素あるって言ってたっけ？ああ、こんな感じでニアアーケード版っていうよりアーケード版に近いグラディウスがプレイできるようになります。ニアアーケードってことはアーケードの完全な移植ではないのね。うぷ主も詳しいことはあんまよくわかってないんだけど、あくまで PC エンジンのソフトとしてよりアーケード版に近づけて作り直したって感じのものらしいです。ってことは PC エンジン版のパワーアップ版ってこと？そういうことになるのかな？違うかもしれないけど。とにかく PC エンジンミニに収録するために新たに作られたものってことよね。多分そうだと思います。それならかなり嬉しいわよね。そうだな。PC エンジンミニでしかプレイできないってことになるわけだしな。まああんまりがっつり調べたわけじゃないし間違ってるかもしれないので、その辺の詳しいことが気になる方は例によってご自身でお調べいただければと思います。てかあれね、さっきの PC エンジン版と結構雰囲気違うわね。ああ、色使いもだいぶ違うし BGM も効果音も結構違うな。個人的にはこっちの方が好みかな。こっちの方が画面も見やすいしね。まあどっちがいいかは当時の思い入れなんかもあるだろうから一概には言えないけどな。さて、このまま見てるとまた長くなっちゃうから、ニアアーケード版の方は要所要所だけ見て次に行きたいと思います。それもそうね。でこちらがニアアーケード版の火山のところです。こっちは火山の色が変わった時もそこまで画面暗く見えないわね。そうだな、ちょうどいい感じだな。でこちらが最初のボス戦です。カットしてますが、火山で結構やられて何度かコンティニューした後ようやくたどり着きました。いやまた苦戦したんかい。うぷ主のシューティングの腕がそう簡単に上がるわけないだろうが。情けないことを偉そうに言うんじゃないわよ。まあでもとりあえずボスは倒せました。でさっきやられたところはこんな感じです。
お、さすがに今度は瞬殺されなかったわね。ウプ主が同じところでそう何度もやられるわけないだろ。いや、しょっちゅういろんなゲームの同じところで何度もやられてるじゃない。聞こえません。都合が悪くなるとすぐ耳遠くなるんじゃないわよ。で、ここもなんとか乗り切ってボス戦です。なんとか2面のボスまでは来られたのね。で、サクッとそのまま倒しました。さすがにちょっと慣れてきたみたいね。ウプ主の手にかかればざっとこんなもんよ。すぐ調子乗るんじゃないわよ。まあでもこの後も愛のところであっけなく一気失い、弱体化した状態で頑張って進むもまたやられ、途中一気アップするもまたすぐやられ、やられ、やられて結局も愛のところ抜けられずに終了しました。とさちゃんちゃん。いや、ちゃんちゃんじゃないわよ。最後ずっと同じところでやられてるじゃない。幾度となく同じ死に様を晒す。それがウプ主。いや、全くかっこよくないから。ちゃうねん、思い出したねん。昔からも愛のとこ苦手やってん。いや、絶対な関西弁でまくし立てるんじゃないわよ。いやー、記憶違いでなければ昔はファミコン版なら全クリしたことあった気がしたからもう少しは進めるかと思ったんだけどな。記憶違いだったんじゃない？うん、この惨憺たる結果を見るにウプ主自身も自分の記憶を疑い始めております。まあとにかくグラディウスはこれくらいにして。次は約束通りファンタジーゾーンをプレイします。今回はなんとか続けて次に行けたわね。そうだな。まあグラディウスが思ってた以上に進めなかったってのもあるけどな。で、ファンタジーゾーンやってくわけですが、ウプ主はこれも当時ファミコン版はやったことあるけど PC エンジン版は未プレイです。グラディウスの時と同じ感じね。いや、ファンタジーゾーンの方は当時アーケード版もやったことあります。そうなのね。ああ、昔家族でよく行ってた温泉があったんだけど、そこのゲームコーナーにファンタジーゾーン置いてあって帰りによくワンコインだけ遊ばせてもらってました。何気に思い出のあるゲームなのね。ああ、鮮やかな色使いとこの何とも言えない浮遊感に子供心をつかまれてそこに行ったり遊んだ思い出のゲームだな。じゃあこれは少しはまともにプレイできるのね。いえ、全く。なんでよ。なんでって言われたってうまくプレイできないもんはできないんだから仕方ないだろうが、すぐ逆ギレするんじゃないわよ。まあ元よりシューティングが下手だっていうのと、当時はゲームのルールよくわかんないままプレイしてたからな。いや、なんで心つかまれたくせにルールわかんないのよ。子供の頃なんてよくわかってなくてもなんとなくでゲームするもんやろが。いや、そうかもしれないけど、さすがに何度もプレイするなら少しはちゃんとプレイしたいって思うんじゃないの。いや、違うんですよ、おっさん。ウプ主さん当時はこのゲーム面クリア型のゲームじゃなくてひたすら左右に飛んでスコア稼ぐのが目的のゲームだと思ってたんですよ。いや、でもボスが出てきたら面クリア型だって気づくでしょ。てか誰が奥さんよ。当時アーケード版でボスが出てくるまで生き残ってたことありませんから。いや、偉そうに言うんじゃないわよ。ボスが出てくるって知ったのはだいぶ後になってから友達のうちでファミコン版をプレイさせてもらった時だった気がします。そんなんでよく何度もプレイしてたわね。だからさっき言ったろ、このカラフルな色使いと独特な浮遊感に心をつかまれたんだって。つまりは綺麗な画面見ながら少しでも長くふわふわ飛んでいられればよかったと、所有こと。別にクリアするだけがゲームの楽しみ方じゃないんだからいいやろがい。だいたいウプ主が子供の頃のゲームってそう簡単にクリアできるものばっかりじゃなかったし、ていうかむしろ何度プレイしてもクリアできないゲームの方が多かったくらいだし、あれか、あれなのか、やっぱお前はゲームは上手くなきゃプレイしちゃダメだとかいうやからなのか、お前みたいなやつがウプ主みたいなぬるゲーマーでヘボプレイヤーな人たちをいじめるからゲーム好きっていうなら上手くなきゃダメみたいな空気感生まれるやろが。うるさい。誰もそこまで言ってないでしょうが、何一人で言いたい放題言ってるのよ。言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズン。ふざけるのもいい加減にしなさいよ。おっと、すまんすまん。ついお前に対しての日頃のストレスが漏れ出てしまったな。ストレス受けてるのはこっちの方よ。ってなんかそうこう言ってるうちにボスが出てくることもなくゲームオーバーになってませんかね。うん、どうやらまだ当時の腕は健在だったようだな。いや、ダメなレベルでとどまってるだけじゃない。安心安全のウプ主クオリティだろ。なんかだんだん突っ込むのもめんどくさくなってきたわね。まあ当時ならいざ知らずさすがにこのまま終わるわけにもいかないのでもう一回やります。で、この動画見ているほとんどの方は知っていると思いますが念のため言っておきますと、このゲームではステージ内に10個ある前線基地を全て破壊することでボスが出現し、出現したボスを倒すと次のステージに行けるって感じです。今倒したやつが前線基地ね。ああ、ステージによって前線基地のキャラも変わるけど、画面中央下の赤丸が前線基地の残ってるところを示しているので、どこにいるのかわかんなくなるってことはないと思います。あと今のところウプ主は入れてませんが、ショップって書いてある赤い風船に触れると画面が切り替わって貯めたゴールドでパワーアップパーツを買うことができます。ってことでちょっと飛ばしてボス戦です。なんか切り株のお化けみたいなボスね。そうだな。
ウィキペディアさんで調べたら名前はスタントロンっていうみたいです。あ、うん、あっさり一気失ったな。ってことで再挑戦です。ボス戦でやられるとボス戦の始めからになるのね。ってなんか急に連射速度上がってますけど、ウプ主が本気になったようです。そういう割に連射あんまり長続きしてないわね。そんなに長いこと本気で連射し続けられるほど若くありません。いやすぐジジイ化するんじゃないわよ。てかなんかキンキン言ってて攻撃効いてなさそうなんですけど。うん、なんかそんな感じだな。今までにこいつ倒したことは、ありません。ファミコン版でも、ありません。じゃあ倒し方知らないのね。イエス。まあでも口が弱点なんじゃないかな。なんとなく口に攻撃当たった時だけキンキン言ってない気がするし。てかまたやられたわね。ああ、いつの間にか残機ゼロになってしまったな。でまあこの後はこんな風に結構粘ったんですが。急に早送りになったわね。結局口が弱点なのかそうじゃないのかもよくわからないまま。最後はこんな感じに押しつぶされて終了と相なりました。結局一面もクリアできなかったのね。ああ、これじゃあ当時とあんま変わらないな。まあ PC エンジン版のファンタジーゾーンはここまでにして。一度メニュー画面に戻ってセレクトボタンを押しながら再度起動します。これも何かあるって言ってたわね。ああ、これもグラディウスと同じくニアアーケード版が収録されております。ってことでこちらも軽くプレイしてみます。お、結構雰囲気違うわね。ああ、もうかなり昔のことなので記憶がだいぶ曖昧だけどアーケード版はこんな感じだった気がするな。PC エンジン版の方は割とはっきりした色使いで、ニアアーケード版の方はちょっと淡い感じの色使いね。そうだな。どっちが好きかは好みによるだろうけどこっちの方が目には優しそうだな。てか BGM もかなり違うわね。ああ、グラディウスの時よりも違いがはっきりわかるな。個人的にはファンタジーゾーンの BGM はこっちの方が断然好みかな。なんか聞いてるとよりワクワクする感じよね。そうだな。音に深みっていうか広がりっていうかなんて言ったらいいかよくわかんないけどそういうのがある気がします。まあ PC エンジン版の方はあれはあれでいいわよね。ああ、PC エンジン版の BGM も嫌いじゃないぜ。あくまで個人的にはこっちの方が好きかなってだけなので PC エンジン版の BGM の方が好きって方は怒らないでくれだぜ。で今はショップで買い物してます。ようやくショップの画面見られたわね。そうだな。で、どれがいいかよくわかんなかったので適当に買い物を済ませてエグジットを押すと、こんな感じで何を装備するか選ぶことができます。アイテムはスピードアップと武器2つに分かれてるのね。とりあえずビッグウィングとレーザービームを装備した状態で行ってみます。レーザーなかなか強そうね。そうだな。てかなんかメーター減ってってるわね。そういやレーザーやワイドビームなんかは時間制だったな。よく考えて使わないともったいないわね。そうだな。さてじゃあここからはまたちょっと飛ばして、ボス戦を見てみたいと思います。ボスの色も優しい感じになってるわね。そうだな。あと目の部分にも木目が入ってるな。でこの後は跳ね返ってきた弾に後ろからやられ。最後はなんか変な位置取りをしてしまいやっぱり跳ね返ってきた弾に当たって終わりました。いややっぱり一面もクリアできないんかい。後でちょっと調べてみたんだけど、どうやらあんまりボスに接近しちゃダメっぽいな。あとやっぱり口が弱点みたいです。ってことでグラディウスとファンタジーゾーンをプレイしてみましたがやっぱ時間的に今回はこの2本までかな。そうね。ここまでで結構いい時間になってるしね。この後もまだ何本かシューティングをプレイしてるんだけどそこはまた次回かな。てか当初プレイ編は2回のはずだったのにだいぶ伸びてるわよね。ああ。ちょっとウプ主の計算が甘かったな。いやちょっとどころじゃない気がするんですけど。まああんまり PC エンジンミニの動画ばっかり出してると他のが溜まっていっちゃうので。プレイしたソフト全部動画にしきれなくても PC エンジンミニの動画は次回で一旦終わりにしようと思います。PC エンジンミニ以外の動画も見たい人いるだろうからその方がいいわよね。ああ、PC エンジンミニに関してはあとはまた個別にがっつりプレイした時にでも動画にできればと思います。ってことなので PC エンジンミニはもういいから違う動画はよって方はもう一回だけお付き合いいただければ幸いです。てかそもそもウプ主のシューティングヘボプレイ動画なんてあんまり需要なさそうだから今回で終わりでもいいんじゃ。あと一回お付き合いいただければ幸いです。意地でももう一回やる気ね。まああれです。お時間のある方だけでいいので夜な夜な酒でも煽りつつ暇つぶし程度に見ていただければと思います。ってことで今回はこの辺で終わっておくぜ。
最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.